皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日のハクレポはクラシックモダンな穴場ホテルと題しまして、ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋をレポートさせていただきたいと思います。ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋はですね、株式会社ミナシアというところが運営をしています。ミナシアはですね、かつて2回ぐらい紹介したことあると思うんですけども、ホテルとかレストランの運営会社になっていまして、昨年2020年にですね、これまでの社名の株式会社フォーブスという名前から、株式会社ミナシエというふうに社名変更した会社になっています。このね、ミナシアの語源はみんなが幸せにということから来てるということでね、なかなか素敵なネーミングだと思うんですけども、ミナシアはですね、1990年にですね、ホテルウィングの1号店をオープンしてから、今ではですね、ホテルウィングシリーズのホテルを国内に36棟、そんなに運営するようになってしまいました。あとですね、これとは別に、テンザホテルというブランドで、札幌とですね、仙台にそれぞれホテルの方も運営をしています。今回やっと分かったんですけど、ホテルウィングはですね、まあ3つのグレードに分かれてるんですね。で、一番上がプレミアム、そして今回のセレクト、あと通常のものっていう風になるんですけども、ハクレポではですね、別に計画したわけじゃなくて、一番最初泊まったのが四ツ谷で、これプレミアムなんですよ。で、通常のは前回、新橋を成門ってところ泊まらせていただいて、で、今回の池袋がセレクトなんでですね、すべてコンプリートしてしまった感じですね。はい。ただですね、ぶっちゃけこれらの区別はほとんどないです。はい多分僕の推測ね、プレミアムはですね、レストランとかついてるんですかね、店舗とかね。はい。で、通常のものっていうのはまあ本当に宿泊特化型完全な、でセレクトっていうのはなんかちょっと、コンセプチュアルにしていろんなこう思考を凝らしてるみたいな、そんなところなのかなっていう気はちょっといたしましたけどね。はい。まあ実際ですね、池袋ってなんとホテルウィングが2棟あるんですよ。これ本当勘違いしやすいんですけど、ホテルウィングインターナショナル池袋っていうのと、ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋っていうのがあって、場所も本当近いんですよ。なので、行かれるとき本当迷わないようにしていただきたいと思うんですけども、料金はほぼ一緒です。なんで別にね、セレクトの方が、グレードが高いというわけはないと思いますね。で、僕、今回、セレクトの方が最近建った建物で、ちょっとね、中身もちょっとおしゃれな雰囲気のインテリアだったんで、こっちを予約させていただいたって感じですね。ユーザーの方からですね、ウィングの池袋、レポートしてくださいということがあったんで、今回そちらで行かせていただきました。ちょっと話変わるんですけども、僕ね、前によく本当に頻繁に利用してた、ホテルユニゾ渋谷っていうところのカフェがあるんですけども、でね、いつもカフェは利用してんだけど、ホテル泊まったことなくて、いつか泊まろうと思ってたらですね、なんと潰れてしまったんですよ。ユニゾ自体がね、運営会社がね、経営破綻してしまったんで。そしてどうなったのかなと思ったら、なんと、このミナシアさんが運営を引き継いだようでございまして、つい先日っていうか、まあ今録音してる今日なんですけど、6月15日にホテルウィングプレミアム渋谷としてリブランドオープンしました。ちょっとね、オープン当日だからどうしようか悩んだんだけどね、リブランドだからやめときました。はい。はい、ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋のですね、最寄り駅、池袋駅になってるんですけども、駅から歩くとですね、8、9分ぐらいは結構かかりますね。10分ぐらい見ておいた方がいいと思いますね。で、池袋にですね、新しくできた、複合施設のスポットがあるんですけども、ハレザ池袋っていうのがあってですね、これの、まあ、近くになっています。このハレザ池袋っていうのはですね、すごい、なんていうかな、ちゃんとした劇場があったりとか、あと区民センターがあったりとか、あともちろんレストランとかオフィスもあるし、あと公園もあるんですよね。まあ本当にそんな一大エリアをもう再開発したような感じのスポットになってます。はい。なんでね、今回もね、アプローチムービーはそこをこう経由して、お見せしてるんですけども、まあそんな感じのところをさらに奥に行って、大通りを渡ったところにあります。はい。
ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋のですね、キャッチは、懐かしくも新しい服が宿るホテルということでですね。まあ本当にクラシックな、けれどもなんかね、モダンなデザインになってます。池袋ってね、ガヤガヤしたイメージが、すごい強いと思うし、実際ね、この日も本当人多かったんですけども、そういった喧騒からはですね、ちょっと離れた閑静なエリアに建てられています。14階建てのですね、1階がフロントとカフェになってるんですけども、フロント横のですね、なんか壁がですね、ちょっとなんかレトロなこんな風なカラフルなステンドグラスになっていて、すごい雰囲気が良かったですね。で、服が宿るホテルっていうだけあって、袋をモチーフとしたデザインがこうあちこちにですね、散りばめられていました。はい、それではですね、お部屋の紹介ムービーご覧ください。はい。ということでこちら14階のエレベーターホールなんですけど、こう見てください、天井おしゃれですよね。照明もアンティークな感じに収まっています。カーペットがしかも赤です。はい、そして今日のですね、お部屋こんな感じでお部屋のサインが出てまして、41411号室ですね。はい、フクロウさんがいます、出迎えてくれてますはい、行ってみたいと、いきなりもうベッドですね。じゃんということで、いきなりご紹介しましょう。こんな感じです。じゃん、ということで、なんかね、コンパクトなお部屋ではあるんですけど、見てください、まず天井がこんな感じで板張りで、照明も可愛いですよねなんでしょうねこれ、ちょっとテープクロスって書いてあるのちょっと気になりますこれなんで外してないんだろうねそして、カーペンとかこのね、ベッドの、バッグとかがちょっとグリーン系になってますね。で、床がちょっと濃いめのワイン色っていうことで、なんていうか本当アンティークな感じのイメージのインテリアになってます。照明っていうか、これもね可愛いよね、壁についてる感じのところですね。で、可愛らしいのがこのベッドのなんかね、このなんていうの、クッションね、なんかレトロで可愛いですよね。はい、という感じになってます。これ部屋着、ちょっとねすごく肌触りに良さそうなやつになってますね。で、スリッパも2種類です。使い捨てのと館内用と分かれてますね。はい、そして、入って右側に姿見あるんですけども、この姿見も見てください。ちょっとステンドグラスチックというか、青、ブルー、グリーンっぽい色とパープルとなってます。はい、そして、こちらの方の横にですね、ちっちゃなテーブルと椅子あるんですけども、これもなんかアンティークな感じでなんか悪くないですよね。で、ここにもドレッサーみたいな感じで鏡があって、その上に照明、レトロな照明があるっていう感じで可愛いです。はい、で、ここの引き出しには特に何もないかな。で、ここにヘアドライヤーがありましてですね、ヘアドライヤーはどこのですかね、よいしょ、ユニティですかね。はい、パナソニックユニティさんがあります。はい、そしてじゃん、ここにあれかな、おお、一式まとまってますね。食器、可愛らしいこのフクロウさんの描いたですね、はい、コーヒーカップ、それから日本茶の、粉茶、そして、ガラスですね、これで、氷入れるやつと電子ケトルがタイガーの電子ケトルという感じで、一式ここにまとまっております。そしてその下がちっちゃいんですけども、冷蔵庫があって、今ミネラルウォーターオリジナルがプレゼントされるということで、初めてですかね、これなんて書いてある、クリーム、なんて書いてある、これなんだろう、グラムライン、ちょっと後で調べてますね。はい、という感じになってます。テレビそんな大きくはないんですけども、まあ、ベッドに横たわりながら見れるパナソニックのテレビ、そして、ここに、ちょっとね場所的には不思議ですよね、こういった形でハンガーと消臭剤があるという感じになっています。はい、ちょっと窓を開けてみましょうかね、こっちからか、じゃーん、おお、なんと思ったよりも遠くまで見えます。見晴らしいです。あれサンシャインかね、すごいねっていう感じですが、ちょっとねこのガラスのところがちょっと汚れてるのが気になりますね。これね、ちゃんとここは掃除してほしかったなという感じかな。はい、ただこうやってこっちからも見るとですね、こんな意外すごいおしゃれな感じでいい感じでまとまってると思います、インテリア的には。はい、それでは水回り入ってみたいと思います。じゃん、お、広っ、
奥行き結構ありますね。おお、まあ普通のユニットバスではあるんですけど、リナックス、リクシルの、ただ結構やっぱ新しいので、機種タイプも新しめですね。正面もこんな感じで鏡があります。で、あ、なんかね、アメニティフロントのところにもあったっぽいんですけど、ここにも歯ブラシとかヒゲ剃りとか、ヘアブラシ、綿棒、ボディタオルありますね。で、ここに、コップ、そしてこのトイレトリーかわいいじゃないですか。これどこのかね、DHC のなんか一式揃ってますね。これローションとかもあるね、クレンジングとかで、手洗いの、コーセーさんのがあって、あとこっちにも DHC のアメニティで統一してあります。シャワーはリクシルですね。はい。で、こう当てると、結構バスタブ大きめですね。はい。という感じになってます。はい。それではホテルウィングインターナショナルセレクト池袋のベッドチェックです。こちらのベッドはですね、フランスベッド社製のベッドで、幅が 150cm のダブルサイズ。で、長さがですね、2m 近くありました。で、高さが大体 55cm ぐらいですかね、布団の高さのところで。はい。そして部屋着は、こんな感じで、はい、なんだっけ、こういうお菓子のなんとか柄になってて可愛いんですけど、ちょっとちっちゃいんだよね。セパレートなんですけどね、ちょっと俺が着るとギチギチになってます。はい、ではここから飛び込んでみたいと思います。せーの、おお、なんかなんとなく分かってきたぞ。フランスベッドフランスベッドっぽい反応。おお、はい。ということでですね、お部屋の方は、まあ、プレミアという名前から想像していたよりかなり実はコンパクトではあったんですけどまあインテリアのセンスの良さがね、それをカバーしてるっていうような感じでしたかね。天井もですね、ね、いい天井なのに、なんか木っぽいですね。だけど、なんか工事のテープの貼り忘れがあってね、なんかね、そういうのがあるとね、ちょっと気分がね、ちょっとね、へこんじゃいますよね。はい。まあ、ただ、姿見とかね、机についてる鏡の枠とかも可愛いし、ベッドのね、なんか、クッションなんかも可愛らしい色でしたね。で、水回りの方もですね、通常のユニットバスより、なんかちょっと広めで、かつ築浅なんで綺麗でございました。ちなみになんですけども、今回宿泊させていたお部屋は、プレミアっていう名前がついていまして、13階と14階のこの上層階専用のお部屋らしいんですけども、プレミアなんとかルームってついてるのはみんなそうらしいんだけど、エレベーターホールのインテリアとかもですね、違うんですよ、他のフロアと。ということで、こうやって見に行って写真撮ってきたんですけど、あんま、そんな変わんないですよね。はい。まあ、ちょっと手が込んでるかなっていうぐらいかな。はい。まあ、ただね、部屋の窓からの眺望はやっぱり高いだけあってよかったですね。ただ、ここもちょっとね、一つ残念なことがあって、なんかね、窓にね、前のお客さんのだと思うんですけど、こうね、皮脂のこう、油膜が結構大きくて残っちゃってて、なんかね、やっぱコロナの時勢もあるからね、ちょっとこれが気になっちゃいましたね。はい。あと、まあ、こちらのホテルはですね、1階のそのカフェ、ありましてですね、まあ、コーヒーとか有料で、まあ、無料じゃないんですけどね、いただけるんですけれども、こちらで軽朝食の方をいただくことができるみたいでございます。はい。今回ですね、泊まらせていただいたお部屋なんですけども、プレミアダブルというお部屋でございました。ベッドタイプがですね、150cm 幅のダブルサイズ、食事なしの素泊まりで、広さの方がですね、17平方メートル。って書いてあったんですが、ユッキが実測したらですね、13平米でございました。結構ね、この面積小さいのに4平米、結構大きいからね。で、料金の方はですね、税込みで5889円。選んだポイントは視聴者のリクエストがあったということと、ホテルウィングシリーズということでございます。今回はですね、アゴダ経由で予約をさせていただきました。はい。今回のお部屋の平面図、こんな感じでございます。はい、1411号室、南東向き、天井高が250、ベッド幅がですね、150cm ということでございました。はい、今回からですね、新しく、まあちょっとね、フォロワーさんが500名を超えたっていうことで、YouTube からもですね、ジェット機、のみんなぐらいの人数になりましたっていう、おめでとうメールをいただいたので、なんか変えようと思ってですね、新しく恒例のページを追加しました。数字で見るお部屋データということでですね。
まあそんなに皆さん興味ないかもしれないですけど、僕数学好きなんでこういうの興味あるんですよね。地下っていうのはですね、そのホテルが建ってるところの土地の値段です。要するに土地が高いところ、銀座とかであれば、まあ通常はホテルのね、あの宿泊料金も高くなるはずなんですけど、まあ実際ね、競争があるからそういうわけじゃないんだけど、一つの参考として路線価ベース、路線価ってわかります？あのね、相続税とか計算するときに土地の値段をですね、算定する際に使われる、基準となる、料金ですね。あの実際の市場で売買されてる、金額とはちょっと違いますからね。はい。の98万円というところでしたね。で、宿泊、部屋の定価、これも書いてあったんだけど、アゴダの方に3万240円もするらしいですよ。で、今回宿泊させていただいたのが5880件ということで、割引率が 80.5% ということですね。で、占有面積が17平方メートル。でも新しく追加したのが面積あたりの宿泊単価。これを計算すると17平米で割ると346円です、平米単価が。これね、これだけちょっと、なんか覚えておくといろんなところ比較できるかななんて思ってました。ただですね、雪実測したら10半平米だったので、それで実測換算で計算して直すと453円もします。はい、天井高250、ベッドサイズが150、水回りのスペースの面積が、2.52 平方メートル、140センチメートル ×180 センチメートルでの、ユニットバスですね。はい、バスタブ、の内径がですね、58センチと1120センチメートルということでございました。Wi-Fi フシールドここに書かせていただいております。普通かな。で、コンセント数、USB ポート数も普通。で、築年数、これも、1年8ヶ月ということで、築浅ということでございます。まあ、今回ね、初めてだったんで、長く説明したけど、今後はここまで長く説明しないです。はい。ということで、雪材なんですけども、まあ、今回ね、宿泊したお部屋は最上階で屋根も傾斜してるんでですね、実際に実は部屋として有効な面積っていうのは僕の実測によると13平米しかなかったです。で、帰りがあったんで、実は聞きました。で、あの、後でいいんで連絡くださいということで、言ったらですね、また連絡が来たんですけども、なんかプランでは17平米ってなってますみたいな感じの返事だったんですけども、あの、プラン、とね、実際のこう部屋の、なんていうか、面積と違うんでですね。あの、なんていうかな。このね、あの、斜め塗ってあるじゃないですか。左側のこの、あの、部屋の部分、色塗ったんですけど、ここのあの三角部分ありますよね。この部分のね、実際は面積全部多分含めちゃってるんですよね。実際これ部屋じゃないんでですね。はい。ということで、ここは修正欲しいなと、してほしいなと思いました。はい。ユッキーのレビューです。ということで、今回からですね、一個一個こうね、説明して、文章で説明するとなんかうざいかなと思って、こういったレーダーチャート方式に切り替えました。はい。ということで、1の1つの評価が2つの線でやってるので、マックスなんが5なんですけども、なんでこれで言うとお部屋とか設備品は4ということなんですけどね。これで見ていただくと分かりやすいかなと思って。はい。食事は、今回取ってないので、関係してないでございます。まあ、OK だった。良かったところは、こういったね、書かせていただいているところなんですけども、あのね、他のホテルね、意外にね、レンタル品っていうのはね、あの、なんていうかな、できるだけ借りてもらいたくないみたいな感じがするんですよ。やっぱめんどくさいし、万が一それ紛失したりとか壊れたら嫌じゃないですか。なんかそういうふうに感じちゃうぐらいに、なんていうかな、見えないところにあるんだよね。だけど、ここは、ちゃんとチェックインした時にレンタル品をですね、こういったリストというかチラシみたいなのちゃんとね、あるよということで、今なんかお借りにされたものありますかって聞いてくださって。はい。これは素晴らしいなと思いましたね。はい。残念だったのはここに書かせていただいている通りで、さっきから増えてない部分で言うとですね、部屋着がちっちゃい。とにかくちっちゃい。これ子供用じゃないかぐらいちっちゃくて僕は着てられなかったです。ベッドチェックの時に無理やり着てますけどね。はい。あとね、ちょっと匂いがするんだよね。はい。何の匂いなんですかね。はい。ということで、ユッキーの総合満足度、今回は、悩んだんですけど、B とさせていただきました。あのね、インテリアもね、アンティークでおしゃれな感じで、築浅で良かったんですけども、ね、面積が違ってたりとか、天井のテープが剥がし忘れたりとか、窓が汚れがあったりとか、残念なところも結構多かった。ということで、あのね、気持ち的にはね、ちょっと A もつけられないかなという感じでございます。まあ、正直僕ね、今まで結構ホテルウィングインターナショナル大好きで、真摯で真面目な会社っていう風なイメージがあったんで、まあもちろん、面積のこの表示は悪意ではないと思います。ただ、あのね、今回ね、あの、指摘したのに、結果的に、
なんかね、納得いく返事ではなかったです。はい。ただ、僕みたいなね、こんな、細かいことにこだわらないと思うので、皆さん。非常にね、場所的には池袋で、しかも、築浅で、これだけおしゃれな感じで、値段も安めなので、そういう意味ではね、おすすめだと思いますね。若いカップル実際多かったです。はい。このコロナの時期にもかかわらず、宿泊率は高かったと思いますね。はい。ということで終わりとしたいところなんですけども、今回からもう一つページ追加しました。今までですね、5段階評価のレビューのところでやっていた、その料金のところなんですけども、料金って結構やっぱ大事かなと思って、料金のお得度っていうのをね、最後にね、ここに書かせていただこうかなと思ってます。今回は、妥当と書かせていただきました。まあ、本当だったらね、17平米だったらリーズナブルだと思います。ただ実際は、まあ、13平米だったんで、まあ、妥当かなという感じでございますね。はい、それではまた。